どうもみなさん、こんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、ゆうころが選ぶ独断と偏見の最強サブランキングトップ10やっていこうと思います。はい。最強サブってね、すごい難しくて、パズドラっていろんな属性があって、いろんな編成があって、その中で最強を決めるとすごい難しいんですが、まあ、今日はですね、僕の独断と偏見で、こいつら強くねっていう10体を紹介していこうと思います。でまあ最強サブに関してはいろんな意見あると思うんですが、まあそもそも気候上をね、いろんな種類でクリアするっていう点では、やっぱりパズドラ YouTuber ってアホみたいにいろんな編成使ってるんで、かなりね、評価しやすいと思うんですよ。なので、とりあえずまあ俺の動画参考にしといてもらえれば、大体の環境わかると思うんで、ぜひとも見ていってください。ということで、最強サブランキングトップ10からやっていこうと思います。行きましょう。さあ第10位からですね。第10位まずはマリエルですね。このキャラ実装当時多色がめちゃめちゃ弱い環境だったんでどうなるんだって感じだったんですが、もうその後運営さんが露骨に多色を最強にしたおかげでどんどん評価が上がって、現状ねかなり優秀なキャラになってる多色の1体ですね。でやっぱり多色のいいところとしては火力が高いところなんですけど、もともと火力が低かったから弱かったのにね、2週間ぐらいですね、あのパズドラ運営が4色攻撃強化5色攻撃強化をもう乱用しまくった結果、環境をぶっ壊すようなねキャラがいっぱい出たんですよね。まあ、ラファエルとかサクヤとかね、みんな覚えてると思います、あの衝撃を。そう、それと一緒にもちろんマリエの評価も上がっております。はい、4色攻撃強化で火力も出せて、スキルチャージでねスキルがね最短6ターンで打てますと。で3ターンのエンハンスを持ってくれてるので、まあ、2体入れてあげればねループできるって感じになってます。とんでもないキャラですね。とにかくエンハンス、そして回避力上げてくれて、何より自身の火力も高い、文句なしで優秀なキャラです。上限回復をつけてあげると種属性副属性も十分完走できるような火力を出してくれるので、もうとんでもないキャラになってます。まずは多色を救った救世主第10位マリエルがラインナップで、ラインナップピックアップ、はい次。さあ続きまして第9位はソフィーがランクインです。まあ、ソフィーに関してはね、どの携帯とかはなくて、もう全携帯含めて第9位って感じになってます。まあ、正味どれもめちゃめちゃ強いですね。で基本的にソフィーに関しては76リダチェン用のリーダーとして使えるんで、まあ、そこが優秀なキャラなんだけど、まあさすがにそこに関しては今回評価には入れてません。ただまあ76リダチェンで使えるところもめちゃ優秀で、かつ覚醒は10強7強7強にキラー4種で42億簡単に出せて、で何よりスキルですね、1ターン指回復闇の攻撃力が2倍と、これ5ターンなんですけど、全てのデバフを返せるわけですよね。これで指減少、回復減少をね、若干エンハンスと。で、これが5ターンで返せるんで、とりあえずソフィー入れておけば安心と。その上でアタッカーとしても活躍してくれるので、めちゃめちゃ優秀なキャラです。しかもね、これ4形態あるのがめっちゃいいですね。闇の形態に加えて、光、火、そして水ですね。どの形態もこのスキルを持ってくれてるところが、かなり優秀なキャラになっております。はい、今1体持っておければね、76リダチェン、そして火力サブとして、もう安心なキャラになってます。これが第9位、ソフィーとなっております。次。第8位はキャプテンアメリカがランクインです。もうこのキャラ見た瞬間強い要素わかると思うんですよね。バインドプラスに毒耐性プラスあって、スキル4つあって、封印に十字あって、7キロ3つあるんですよ。初学雲耐性、創作家耐性、ガドブレあるんですよ。意味がわからんよな。もうなんか強すぎてわけがわからんキャラって感じ。まあ、火力がちょっとね7キロ3つしかないんで少し低いですが、十字あって超クライム対策もできるし、かつギミック耐性もできるキャラなんでめちゃめちゃ優秀です。はい、でスキルに関しては1ターンダメージ激減に、回復力2倍に、6解除が6ターンで打てます。よくこんなキャラマーベルで出たよね。マーベルコラボの時ってやっぱね、あのキャプテンマーベルとかアイアンマンとかリーダーが強かったんで、リーダーの注目が多かったんですけど、冷静に考えたらアメリカやばいよね、サブで本当に。でまあね、使い道がねちょっと最近減ってきてはいるんで、やっぱ各属性に優秀なキャラ増えてきてるんでね、減ってきてはいるんですけど、やっぱり汎用性っていう点ではもう今回の最強サブランキングでもまあ2位か3位ぐらいには入ってくるような優秀さを持ってます。はい、何よりこの6ターンでね激減回復2倍6解除っていうのがほんと強くて、やっぱ今気候上とかね発狂対策必須ですからね。もうそう考えると十字で超クライム対策できて、毒と雲とか操作感もつけれて、スキルもあって、激減スキルもある、もう完璧すぎるキャラということで、キャプテンアメリカが第8位にランクインです。まあ、これが第8位ってことは最近のサブどんぐらい強いんだって話なんですけどね。次行きましょう。第7位はゴーザンゼメオがランクインです。まあ、個人的にハンソロもね入れたかったんですけど、まあさすがにゴーザンゼメオスキルが優秀すぎるんで、今回ハンソロを除いてゴーザンゼメオを代わりに入れてます。はい、覚醒はねバインドプラス、スキル4つ、封印、指延長プラス、7強3つに引きコンボ強化2つと、シンプル火力高いですね。あと無効感とか雲耐性もつけれます。はい、まあ火属性ってコンボ強化のパーティーが多くて、ロザリンとかシェイルフとか、
そういうところにまずぶっ刺さる覚醒を持ってくれていて、何よりスキルですね。1ターン指と回復が 1.5 倍がまあ3ターンなんですよ。この時点で強くて、指回復 1.5 倍3ターンの時点で強いんですけど、それに加えて決済ドロップ状態を全回復と、これが3ターンスキルなんですよね。で、半ソロはこれが6解除プラス変換と決済ドロップ、まあ実質回復みたいな感じで、でまあゴーザンに関しては指と回復 1.5 倍に決算ドロップ全回復と、もうねとんでもないですよね。3ターンで打っちゃダメなことできるんですよ。本当にこれが3ターンできるのが強すぎて、いまだにいろんなダンジョンでめちゃ使われてます。でしかも3ターンスキルなんで、あの序盤の例えば遅延スキルのアシストとかめちゃめちゃしやすいんですよね。しかもスキル4つ持ち、もう強い要素しかないですね。非属性パーティーにおいてとりあえずゴーザン詰めを入れとけば最強みたいなところがあって、もう無条件で強いキャラになっております。はい、ということで第7位、もう非属性パーティーを救っているゴーザン詰め王がランクインです。次、第6位はミズアルバートがランクインです。水属性ってもともと最弱だったんですよ。もう弱すぎて救いようがなかったんですよ。ナツルとかもめちゃめちゃ弱かったんですよ。なのに最近なんかナツルって当たり前のように使われるじゃないですか。その原因すべて水アルバートです。こいつ一人で水属性は強くなりました。アルバートがいない水属性ははっきり言って未だに弱いです。このキャラがいるから強い。それが水属性って感じになってます。そんなやべえキャラが水アルバートですね。覚醒はバインド、スキブ、封印2つ、指延長プラス3つに10強2つ持ってて、指3秒伸ばせるのも地味でかいし、10強で軽く出せるのもいいし、あと封印耐性も持ってくれてます。聴覚はクライムプラス、お邪魔プラス、スキブプラスがあって、まあ、好きでつけれるんですけど、まあ、スキブ4つ持ちがやっぱ強いかな。ただギミック耐性として使えるのもめちゃいいところですね。上限解放つけておくとめちゃめちゃ簡単に水属性パーティーを完走します。はい、でそのね、アルバートが強い理由として、もちろん10強2つの25倍火力とか指3秒伸ばすとかギミック耐性とかもめっちゃ強いんですけど、やっぱ何よりスキルで決済ドロップ、覚醒無効、全回復、そして1ターン回復力と水属性の攻撃力が 1.5 倍が6ターンスキルなんですよね。絶対に6ターンで打っていいスキルではないんですよね、本当に。まあ、やっぱ決算ドロップ、覚醒無効、全回復がめちゃめちゃ優秀で、一応バインド回復はないんですけど、今バインド回復なんて別に積む必要あんまりなくて、ギミック耐性できてるパーティーがほとんどなんで、そう。で、もうこのスキルが強いと。で、しかも回復水のエンハンスとしても使えるんで、場合によってはこっちのね、若干エンハンスを返すためにも使えると。しかもこれが何より6ターンなんですよね。で、当時水属性パーティーってまあベリアルとか入れるしかなかったんだけど、このアルバートに関しては、もう火力も出せるわ、強いわで、もう、水属性においてぶっ壊れすぎたんですよね。で、これによって水属性がめちゃめちゃ強くなったと。まあ、その水属性を最強にしたっていうポイントももちろん評価点高いので、第6位、水アルバートがランクインです。まあ、これからも一生現役な水属性キャラになるとは思います。じゃあ次。さあ、気づいたらトップ5。第5位は、伏黒がランクインですね。まあ、伏黒正直進化後も強いんですけど、スキルがね、回復闇の2倍エンハンスに、ダメージ吸収無効が5ターンと。強いんですけど、まあ、今回伏黒進化後ではなくて進化前が第5位にランクインです。覚醒はバインド、スキブ、封印、指2秒延長に3色攻撃強化4つ持ち、そしてボイス覚醒です。もしくはまあスキブプラスかクライム耐性プラスが選べます。はい、まあ、地味スキブ用にできるのもめっちゃ強いですね。あと3色攻撃強化で軽く出せるのもめちゃめちゃいい。まあ、上限解放つけてあげるとね、めっちゃ簡単に乾燥できますと、裏乾燥できます。はい、で 2.5×2.5×2.5×2.5 で火力めちゃ高い上に、かつこのスキル1ターンチーム内の攻撃と神タイプ1つにつき攻撃力と回復力が上昇、覚醒無効、全回復、これが3ターンスキルなんですよね。でもこのスキルが強すぎて強すぎて第5位です。まあ、正直伏黒自身の火力っていうポイントもめっちゃ高いんですけど、評価はね、やっぱこのスキルがおかしくて3ターンで覚醒無効全回復できちゃうんですよ。覚醒無効とかいうめちゃめちゃ害悪なギミック、こいつ3ターンで返せるんですよね。もうこれがまず強すぎる。で、何よりおまけ程度についてるこの攻撃力と回復力のエンハンスなんですけど、まあ攻撃エンハンスは大抵のパーティーね、まあ積んでると思うんであんまいらないように見えて、まあ実はこのエンハンスめちゃ強くて、かつ回復エンハンスあるんですよね。回復弱化とか3ターンで返せるんですよ。こいつ一人で攻撃力減少と回復力減少と覚醒無効全部を返せるんですよ。しかも3ターンでね。もう弱い理由がなくて、もうね、闇属性パーティーにおいても強いんだけど、もはや関係ないパーティーに無理やり詰め込んだりとか多色パーティーとかに入れても強いってレベルで、もう何でもありなキャラですね。もうそれが伏黒って感じになってます。
まあ正直三色攻撃強化が少し使いづらいっていうポイントはあるにはあるんだけど、まあ、それでも強い最強って感じで、もうとにかくスキルと覚醒の暴力で第5位を勝ち取ったのが伏黒になっております。まあこのキャラはもうあのゴーザンズミオと同じ感じですね。多分もう一生使われる強いキャラになると思います。はい、じゃあ次、さあ続きまして第4位ですね。ギリギリトップ3を逃した第4位はこちらになります。でん、マグニートが第4位にランクインです。こいつさ、実装されたの気候上実装当時なんで半年前とかなんですよね。未だに1軍ってやばくない？このキャラは弱い要素がなくて、バインドプラススキビ4つ、封印指延長プラス創作化耐性10強、無効感2つ、お邪魔耐性プラス、もしくは LG 指延長プラスがつけれます。はい、まあ創作化持ってますしね、スキビ4つありますしね、火力出せますしね、弱い要素なくね。まあ、シゲなら10強無効感無効感なんで、無効貫通組まないときにね、少し火力低いところが目立つかなとは思いますが、まあロザリンパーティーならあんま関係ないですね。シェイルフならちょっと気になるけど、まあそんなには気にならんかなって感じ。ただ無効貫通組んだ時の火力はやっぱパズドラでもトップクラスに高くて、何よりスキルですね。火力も高いんだけど、攻撃力6100あるんで、何よりスキルが強くて、1ターン指と火の攻撃力が2倍、そして1ターンランダムでルーレット2個生成なんですよね。ルーレット弾くのってもう今のパズドラ必須になりつつあるんですよ本当に。まあ、気候上なら全然なくてもいいんですけど、もう神秘とかに関してはほぼ必須で、でかつ指延長と火の攻撃力2倍っていうのはもう弱化とか全部返せて、指減少も返せて、そうもうこれが5ターンなんですよね。なんか意味が分かんないんですよね。これが半年前に実装されてたっていうのがやばすぎて、とにかく最強って感じで、かつ火力も高いので、もう火属性パーティーにおいては間違いなく最強です。まあ、例えば火力の点だけで言うと圧倒的にハンソロの方が強いんで、何かしら分野に絞ればもちろんマグニートを超えるキャラっていくらでもいるんですけど、ただやっぱりね、総合的な強さを見た時にマグニートを超えれるキャラはパズドラにはまだ存在しない。これ半年前のキャラなんですよね。いつまで続くんですかね。まあ、正直こんなぶっ壊れキャラがいつ超えられるのか気になるところではありますが、マグニートに関してはもう最強なんで、当然のごとく第4位にランクインって感じです。逆に言えばこれ超えるやつがまだ3体いるんですよね、このゲーム。おかしいよね。ということで続きまして第3位見ていきましょう。さあ続きまして第3位ですね。もう第3位多分みんなが納得するぶっ壊れがいると思います。さあ第3位はこちらになります。でん、アリナがランクインです。このキャラ今回のランキングで唯一の変身キャラになってます。はい、今変身キャラってサブで弱くなりつつあるんですけど、アリナだけは余裕で入ってます。はい、スキブ3つに雲耐性に封印2個にバインドプラス持ってて、12ターン変身のキャラです。で8ターン HP40% 回復しながら変身してくれて、これがしれっとめちゃめちゃ優秀ですね。はい、で変身後はこんな感じ。バインドプラス封印2つ、回復ドロキョウ2つ、雲耐性7強2つに無効感です。はい、回復力少し上げれて、雲もあって7強2つに無効感で最低限の火力が出せます。で封印耐性2個持ちが貴族性においてはめちゃめちゃ強いですね。かつバインドも持ってくれてます。で実は貴族性ってやつが使われないんですよ。まあ、やつで多分分かってほしいんですけど、あの最強ぶっ壊れチートサブが使われないんですよね。なんでかっていうとアリナがいるから。貴族性だけアリナなんですよ。まあ、水も結構アルバート強いんですけど、貴族性もアリナなんですよね。その理由がスキル、ケサドロップ、バインド、覚醒無効、全回復が4ターンです。この視点で言っておくと、このスキルはパズドラで最も優秀です。このスキルはもうケサドロップ、バインド、覚醒無効、全回復が4ターンっていうのは、それを踏まえて最上段横一列をキドロップに変化、そしてキドロップをロック、これが4ターンです。まずね、下の一文消したと仮定しますね。消さドロップバインド全覚醒無効全覚のみとして、この視点で最強なんですよスキル。そう、この視点で最強なんだけど、なぜか最上段横一列キドロップに変化してキドロップロックが4ターンなんですよ。意味わからんくない？てか意味わからんわ普通に。なんかわからんけど、なんかわかんねんけど、なんか寄生性とロックまでついてくるんですよ、おまけで。これが4ターン4ターンなんですよね。例えばこれが6ターンとかならまだ話変わってたんですけど、あの4ターンで打てちゃうんですよね。もうね、強い要素しかないです。でまあマグニートって非属性のパーティーによっては入らないこともあるんだけど、あのアリナって貴属性のパーティー全部入るんですよ。もう本当に全部入るんですよ。もう何でもありなんですよねこのキャラ。もう強い要素しかない。ぶっ壊れ、最強、チート、もう無条件で最強です。もうこのキャラ弱いって言ってる人は貴族性使ったことないと思います。
ノーチェラス持ってる人なら 100% わかるであろう最強キャラということで、第3位はアリナがランクインです。じゃあ続きまして、ギリギリ1位を逃した第2位見ていきましょう。さあ続きまして、ギリギリ頂点に届かなかった第2位のキャラを発表していこうと思います。はい、第2位はこちらのキャラになります。でん、こちらセシリアが第2位にランクインです。でこのセシリアっていうキャラに関しては、実はこのセシリアだけでマグニートと勝負すると、絶対にマグニートの方が強いです、このセシリアだけならね。ただこのキャラ何がやばいかってみんな知ってると思うんですけど、あの6形態あるんですよね、これがあの1形態1形態が第5位ぐらいに入ってくるんですよ。それが5種類あるんですよね。第2位ですね。もうもうちょっと言い方あれですけど、バカですねこのキャラ本当に。あの各属性にルーレットスキルって今までなかったんですけど、このセシリアのおかげで全属性にルーレットスキルが普及されて、もうなんか本当やばいキャラです。今回一応火で紹介していきますね。バインドスキブ封印、暗闇耐性プラス、そして絶叫の鳴きを十字で、キラー持ってます。で聴覚性が L 字十字無効感と、まず今やっぱ必須で対策したい十字持ってくれてて、かつギミック耐性プラスが絶対全キャラね1個持ってるんですよ。水なら毒とかね、火ならお邪魔とかね、絶対1個持ってくれてて、まずギミック耐性ができるというポイント、かつ絶叫の内強に火力もあって、ギミック耐性もあって、十字で超クライムも対策できてキラーもあると。でしかも聴覚性 L 字つけれるんですよね。 L 字つけた場合、超暗闇対策、ロック対策、ギミック耐性、暗闇とかね持ってて、カレコも出せるっていう化け物になるんですよね。しかもスキルがランダムルーレット1個生成に1ターン指とエンハンス、しかも 1.5 倍。マグニートには少し劣るんだけど、それでも5ターンでこのスキル持ってくれてるのはめちゃめちゃ優秀なキャラになってます。でそんなセシリアなんですが、これが、まあ、水バージョン、そして火バージョン、そして光バージョン、そして闇バージョンもあると。でこれね、今回の評価には関係ないんですけど、76リダチェン対応してるんですよね。リーダースキル見てもらえれば分かるけど、もう何でもあり、最強フェスゲンって感じ。まあフェスゲンなんでぶっ壊れてるのは当たり前なんですけど、まあ、にしてもやばいキャラになってます。でしかも地味に進化前の形態もあるっていうね、そんな感じがセシリアになっております。もうね、やっぱ汎用性、そしてこの単体性能の強さ、全てを踏まえて、もう僕は文句なしで第2位にセシリアを入れますね。このキャラゴッドエースで引けた人はもう勝ち組と言ってもいいと思います。まあ、似てるキャラで言うとソフィーが似てるんだけど、ソフィーはもちろんエンハンスもあってね、あ76番目できてめっちゃ強いんですけど、まあ、個人的にはこのスキルとかね、核戦点も踏まえると僕はセシリアの方が強いと思ってるので、今回全属性対応できるセシリアが第2位にランクインです。こいつ引けたら勝ち組間違いないと思います。さあということで、残すところ第1位のみとなりました。多分もうみんな分かってると思うんで話していきます。さあ残すところも第1位のみとなりました。ということで最強サブランキング第1位はこちらになります。知ってた、そりゃそうよ。第1位はベリアルがランクインです。このキャラ何がやばいって、あの覚醒がバインドまとまってないんで、まだ1枠余りあるんですよね。1枠余りある状態で第1位です。バインド2つ持ってて、スキブプラス持ってます。で毒耐性プラスあって、回復努力を5個持ち、聴覚性はスキブ、雲、絶叫って感じです。このキャラ封印耐性もなんもないんですよ。そう、なんもないんだけど第1位なんですよね。火力もないんですよ、でも第1位なんですよ。まず覚醒に関しては圧倒的な回記録です。はい、やっぱねパズドラって未だに回帰力低い編成とか全然あって、それこそイタドリマヒトとかでもね、やっぱ回帰力少し低いんですよね。ただベリアル入れとけば一緒にギュイーンって回復するんですよ。余裕で回復するんですよ、回復音消しで。まあ、その時点でバケモンで、かつスキル4つ持ちと、でスキルが5ターンで変身不要で、 HP が1になる代わりに計算ドロップ、バインド、覚醒無効、全回復が5ターンなんですよね。これ5ターンで打てるんですけど、自傷ってパッと見デメリットに見えるんだけど、さっきから言ってる通りベリアルは一瞬で回復できるんで何の問題もなくて、でしかもこの3種全部回復できるんですよ、バインドまで含めて5ターンで。この時点でやばいのに、しかもどのパーティーにも入るんですよこのキャラ。1体ベリアル持っておければとりあえず基本的にどんなパーティーもベリアル1枠使えるんですよね。もうそれが強すぎる、もうとんでもないキャラですね。でまあ水属性は水アルバート、木属性はアリナって感じでね、ベリアルより優秀なキャラも増えてきてはいます。火属性ならサリーとかもいますからね、どんどん増えてきてはいるんだけど、やっぱりそれでもねベリアルはねズバ抜けて強いですね。特に闇属性パーティーにおいてはバチバチ現役ですし、他属性でも全然使えるキャラなんで、
まあとりあえず持っておければ安心。しかもこのキャラ確定枠っていうのがまたずるいですよね。基本買うしかないっていうね。ただそれでもマジでそのね、買う価値があるぐらいには強い性能を持ってると思います。ベリアル超えるキャラ出るんすかね、マジで。なんかもう出る気がしないですけどね。もうそんな感じで最強サブ第1位はベリアルがランクインとなっております。はい、まあ、という感じで僕の思うトップ10はこんな感じになっております。今回ですね、もうガチガチに僕の独断と偏見で選んでるんで、全然ね、違う意見の人もいると思います。はい、そういう人は全然コメント欄とかに書いてもらっていいんでね、ぜひ1位からトップ10まで全部書いてもらってコメントしてもらえればなと思っております。はい、まあ僕の意見としてはこんな感じがパズドラ最強サブのトップ10となっております。はい、という感じでね、今回の動画はこの辺りで終わりにしようと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。